だから僕がコラージュ昔好きだったのはやっぱりその物を集めていろんな材料をね、でそれをこういろいろ配置しながら再構成していくでしょ。そういうものがだからそのコラージュされて一つの世界ができる。あの未来のことよりもその過去の記憶が僕はまあすごく大事なんですよ。特にその記憶っていうのはあの近々のものよりもあの幼少年期の記憶の方があのすごいこう濃厚にまあ残ってるんで、まあ誰でもそうですけど、空襲があった時に僕の家の前に僕のおじいさんっていうのがその金魚 の養殖してたんですよ。でそれがね畳1畳ぐらいの大きなね水槽が、そのちょうど真ん前にいわゆるあの空襲の防空壕っていうのがあって、今みんなちょっとわからないかもしれないけど、要するに穴を掘ってそこからこう見るとその水槽がちょうど目の前にあって、アメリカのその飛行機があの照明弾っていうのを落とすんですよ。でその時にその金魚 その水槽がもうなんていうの反射してすごく綺麗にね見えるんですよ。金魚の鱗がピカピカって光って、戦争の恐怖と重なってあの僕のその原体験にもう強烈なその印象を植え付けたわけ。これはねあの、まあ、60年から70年の初めのものなんだけど、これは何かって言ったら僕のそのおじというのがちょっとマニアックな人で、それでそのこういうその雑誌のカバーとか世界絵描とかもういろんなものをね集めてたんですよ。だから時代的な背景が戦争と、それからそこに綺麗な人とあのっていうふうにもうあのきちっとねあのなんていうのかな整理されてるわけ。その頃のあのものがあの退色してないんです全然。それを僕はだからあのこういう切り抜いて作品化したわけ。最近その夢日記を集めて40年ぐらい書いたのを本にしたんだけど、だからその夢日記を単につけてるというんじゃなくて、それをその僕の表現の中に記憶とこう内混ぜにしながら表現に結びつけていって、そうするとねあの夢と記憶っていうのが表裏一体で、その夢と記憶というものがだから単に僕は記憶っていうものを重視してたんだけど、そこに夢のイメージがこう加わるわけね。出発から最後まで全部自分の表現として完結させたいっていうことで、そのアートの方に惹かれていったの。やっぱり自分の、その、まあ、人生っていうかそういうものはかけられる仕事にどうしてもしたかった。